はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズのライトセーバータッチペンです。なんとですね、ライトセーバー型のタッチペンがあったので、はい、衝動買いしました。はい、素晴らしいですね。うん、こちらがルーク・スカイウォーカーで、こちらがダース・ベイダーですね、うん、のライトセーバーのタッチペンです。はい、タッチ操作に反応して、なんとライトアップするということで、こう使うと、うん、ここが光るみたい。これすごいよね。でシリコンのペン先で滑らかな操作感ということでね。あとボタン電池3個も入ってるみたいです。はい、早速開けて使ってみましょう。はい、ズワッズワッズワッ、よいしょ、ボタン電池入ってる、ちゃんと。回して、あ、回った、ここに入れるみたい、電池を。なるほどね。はい、まずこちらがダース・ベイダーのライトセーバー型タッチペンですね。はい、出来としてはまあまあいいかな、この部分ね。そうだね、ライトセーバーっぽいね。うん、でこの下のところ、絵の下がタッチペンになっております。はい、これでこう書くわけだけど、うん、これね、当てた時にちょっとへっこむんだね。うん、でその時にセーバーが光ると。はい、で残念なことに赤はね、かなり分かりにくい。そうだね。うん、光ってるんだけどね。うん、そしてこちらルークのライトセーバー型のタッチペンですね。はい、はい、こちらも同じで、この先の部分がタッチペンになってて、押すと光ります。これ分かりやすいね。うん、すっごく分かりやすい。これ光ってますね。うん、じゃちょっとこれで試してみますね。はい、あ、おお、ちゃんと書けるね。そうだね。ただこの、なんだろう、タッチペンの面が広いから。そうだね。あんまり、なんだろう、細かい作業はできなさそうだね。うんうん、あとゲームとかもこれだったらできるんじゃない？うん、あ、例えばちょっとさ、今つむつむやってみようか。つむつむ。あ、いけんじゃん。あ、いけるいける。あ、しかもやりやすい。ん？やりやすい。やりやすそうだな。ということで、つむつむはできそうだね。うん、だからなんかゲーム用、もしかして。そうだね。嘘でしょ。こんなちゃんとしたライトセーバーのタッチペンなのに、これゲーム用ってなんか悲しすぎるな。そうだね。ちょっとじゃあね、電気暗くしてみましょうか。はい、ね、はい、おお、光る光る。おおおお、あ、ちょっと同時にやったからね。はい、はい、どうでしょうか。すごいね。赤もこれだったら目立つね。うん、暗くしてタッチペンはさすがに使わないだろうからな。そうだね。はい、シュッ、おお、プシュッ、プシュッ、これ押しながら叩かないといけない。そうだね、きついな。ライトセーバーで戦えるタッチペンでもあるわけだね。うん、書くときにこの先がへっこんじゃうのがなんか嫌かな。うん、もうちょっとね、硬ければよかったなと思いますね。はい、はい、ということで今回はスターウォーズのライトセーバー型のタッチペンでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。こちらの、タッチペンは、そうだな、タッチペンの機能としてはいまいちですね。そうだね。ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。あとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。はい、はい、どうですか、書きやすいですか。うん、結構ね。そう、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。